皆さんこんにちは。制作企画研究所プロジェクトオリーブ株式会社トライユカの中島ゆかです。中島ゆかのそこまで言うかの時間がやってまいりました。今日もね、リングライトでね、私のこのメガネのね、中心がね、あの加トちゃんペーみたいな感じにはなってるかもしれないんですけれども、お許しくださいませな。さて、今日はですね、本屋さんにね、行っておりました。一日中本屋さんに行ってたわけじゃないんですよ。仕事の合間にね、買いたい本があったんですね。それがですね、女帝小池百合子の本ではなくて、これです。はい。門田隆昌先生のですね、疫病2020と、石平先生もね、非常にすごい本だということで、私もね、本当にすぐ読みたい、本だったので、買ったんですけど、本がですね、新作ですよ。結構分厚い、読み応えのある。昨日、大型店舗に出て、今日から全国の店舗に出るって、門田先生のツイッターに書いてあったんで、こう入ったらすぐのところにあるかなと思ったら、ないんですよ。もしかしてここの本屋って、入荷遅えのかいって思ったんですけど、そうじゃなしに、女帝小池百合子のね、本に始まって、なんかよくわからないけど、小池百合子のなんとかかんとかみたいな本がね、2、3種類ね、売ってて、それがね、上にね、こう重なってるんですよ。まあ、目障りな、もうどいてと思って、まあ、探しているうちに、横の方にね、これがね、置いてあって、もう、なんかね、悪いけど、中心にね、これを寄せましたよ、これをね。そんなわけで、これまでね、小池さんの本なんて、全く本屋に並びもしなかったのが、なんで7月の5日をそんなに意識して、の店舗にね、中心に一番目につくところに置くのって、またそうやって私に一票入れてよね、みたいなね。まあ、せこいことをやっぱり相変わらずやってるんだな、ということなんですけど、まあ、いくらでもやったらどうぞって感じなんですね。でですね、前回ですね、私は、日本第一党の桜井、誠候補を応援しますと。なんでっていうことで、まあ、数々のね、いろんな理由がありますっていうふうに、お伝えしたんですけども、以前からね、言っているように、なんかね、桜井候補が安倍さんのことをね、叩きまくるから、この中島は絶対に桜井さんをね、都知事選で応援する人じゃないと思っていたと。だけど、今回、桜井さんをね、応援するっていうふうに、この YouTube で公言したので、まあ非常に、嬉しいですっていうね、メールとね、コメントがね、めっちゃ多いんですね。政治って、もし仮に桜井さんが、徹底的に安倍さんのことを、まあ、叩くとするじゃないですか。まあ、よく言ってますよ。で、普通の人はね、おそらく、あら、安倍さんのことをあんなこと言ったら、私たちの、我らが安倍晋三あんなことを言う人なんて一票も絶対入れてやるか、みたいなね、単純発想を大体するんだと思うんですけれども、まあ少なくとも私は、そこだけで、その候補を応援するかしないかっていう基準値にしていません。私自身はですね、山口県連のですね、所属の、自民党の党員です。で、だからと言って、安倍さんのですね、すべての政策がいいと思っているわけじゃありません。結構意見の違うものっていうのを持ってるんですけれども、基本的に幹の部分では、この日本を今支えているというのは安倍晋三以外にいない。それだけは間違いないっていう確信があります。このコロナウイルス武漢肺炎によって、安倍政権のですね、支持率が下がったりだとか、こうアップダウンをして泳いでますけれども、だからと言ってね、立憲民主党とか、共産党に、とか、悪夢のあの民主党ね、あの時代に戻ってくれたら、ランラランララみたいなね、人がいるんだったらね、今すぐに私の YouTube を見るのはやめましょう。あなたの腹具合は思いっきり悪くなります。明日は下痢です。というようにですね、多少ね、桜井候補が、
安倍政権をね、批判したところで、それはね、まあ、ああ、そうだなっていうふうには思いますけれども、それと応援するしないというね、基準値にはね、なっていないんですね。安倍晋三という人も、桜井誠という人も、私が見る限り、彼らの方向性というのはね、もう、あそこなんですよ。国守るっていうこと。そこだけがはっきりしてれば、後のところが、どういうふうに、わちゃわちゃなろうともね、そこら辺はね、後でも何とでもなるっていうね、そんな考え方なんですよ、私の場合ね。あとですね、決定的に、桜井さんを、今年の、今回のね、都議選で担ぎ上げないといけないなと思ったのはですね、もうとにもかくにもですね、この人の存在なんですよ。ちょっとね、写真を見てください。どうぞ。はい。村田春樹先生です。で、これまで、桜井さんにね、興味なかったんで、彼の動画も見ることなかったんですね。皆さんがね、ご存知のように、首都って、ね、東京っていう首都っていうのは、ただ単に地方自治体というね、くくりじゃありません。だって東京に永田町があり、国会議事堂があり、なんて言ったって東京の千代田区に皇居があったり、様々非常に日本のね、中心をやっぱり担う、やはり首都ですから、昨今、昨日か一昨日ですかね、YouTube で見てたら、例のごとく、5人、また揃えて、それ以外にね、候補者いないかみたいなね、感じで、討論みたいなものをね、やっていたのを YouTube で見たんですけど、私が、あれを見て、一言だけ言えるのは、中にですね、右は一人もいないということです。右だ左だっていうことになるとね、またね、へりくつ濃くのがいるので、いわゆる左と右っていうのはね、どういうイデオロギーで姿勢だっていうのね、単純に考えていただいて結構です。左っていうのはね、立憲民主だとか共産党だったり、中国やね、朝鮮半島がね、もう大好きでたまらないっていうね、人たちの集団というくくりです。はい、右というのはね、いろいろいますけれども、基本的には、天皇家をきっちりとお守りして、男系男子、そして、愛国という、完全たるね、自分の大和民族としてのね、誇りをやはり持ちながら、日本をきっちりと正しい、歴史に改善していきながら、日本を守っていこう。国家安全保障というものをね、しっかりと見据えて、憲法の改正もきっちりと、速やかにやっていこうという、例えば、桜井よし子先生のような、ようなジャーナリストのような方たちだったりね、彼女の周りを、賛同される、ジャーナリストだったり、政治家だったり、っていう中にですね、村田春樹先生というのは、割腹自殺をね、されました、三島由紀夫先生が作られた、盾の会の、元会員だった方です。で、私はですね、この先生の講演会をね、数年前に、ちょっと友人にね、誘ってもらって行って以降、もうこの先生をもう大尊敬していて、あっち行けよって言ってもね、ひっつきもつきっていうぐらいね、くっついちまうっていうぐらい、本当に村田春樹先生って大好きなんですね。で、村田先生のですね、ご子息も自衛官ということで、この前のね、6.4 の天安門の時もですね、村田先生のグループの中に交えていただいて、昨日か一昨日、桜井候補が、中国のね、大使館前で抗議をされましたけども、6.4 で、私もですね、抗議をしました。で、桜井さんに関してなんですけど、なんで人応援するのっていうね、人がいるんで、なんで応援しないのって聞くんですよ、私もね。そうすると、桜井さんの言ってることはね、間違ってはいないと。だって、もうわけのわからない外国人が次々ね、日本に入ってきてね、中国人だったり。そして、そういう人たちがのうのうと、日本人差し置いて、もう3ヶ月以上なんかね、滞在すると、なんか生活保護ももらって、もう日本の財政食いつぶしてるっていうのね、これ誰見たってね、日本人であるっていう誇りを持っている限り、いいって思ってる人なんて一人もいないんですよ。でもこれを、なんとかしようとする、今、日本の政府がそういう風になってないです。北海道はアイヌ新法なんか可決して、何アイヌみたいなね。で、これをですね、
あの、真っ向、15年前からブレずに勝負してるのは桜井さんだけなんです、確かに。で、このことをね、村田春樹先生が桜井さんの横で常に、あの、彼のやっていること、ちゃんと、あの、見ましょう。ちゃんと評価しましょう、というふうに、いろんなの動画とかね、街頭演説でされているのを、つぶさにそれはもう拝見いたしました。で、なんで桜井さん応援するのっていう人にね、聞くとね、桜井さんが言ってること真っ当なんだけど、周りの人たちが、みたいなね、もう周りの取り巻きのことばっかり言うんですよ。目つきが悪いとか、そりゃそうですよ。だって、とんでもない中国人とかね、韓国人とかそういう人を真っ向勝負で相手にするのにね、もみ手してさ、話せばわかる緊密に連携をみたいなね、話が通るわけないじゃないですか。で、あの、私もですけども、村田先生もそうですけど、抗議するときは、あの、桜井モードですよ。でですね、この前 6.4 で、私もね、中国大使館の前で、抗議しましたよ。あの、ちょっとね、これ、あの、短い動画で、これ、マホロバジャパンさんがね、撮ってくださってたもので、ものすごいあの、声張り上げて、がなってますけども、桜井さんだけじゃないってば、国を本当に守ろうとする人間っていうのは、必死こいて、声張り上げますよ。当たり前じゃないですか。ちょっとご覧ください。どうぞ。南モンゴルから出て行け、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 出て行け。台湾、両親台湾、台湾、西ヨーバ台湾、台湾、両親台湾、台湾、西ヨーバ台湾。ですか？あのね、桜井さんも、あの、周りの、取り巻きの方たちも、あの、朝から晩まであの調子で言ってるわけじゃないんですよ。私たちもそうですから。あの、普通に、凱旋とかそういうものがね、終わったら、普通の通常モードになりますよ。私今怖いですか？普通のモードに戻ってるでしょ？はい。ただ、中国に対しては許せないんですよ、私もね。まず、ウイグルの人たち、あんな残虐な目に合わせて。そして、香港今大変なことになってますね。それをやったのも全部中国ですよ。しかも、このクソ暑いのに、まあね、夏仕様のね、このマスク買いましたよ。で、日々ね、感染する人数がね、減りゃしないじゃないですか。どうしてくれるんですか、小池さん。そろそろね、このあたりにね、ちょっとしたね、汗もみたいなものが最近ちょっと私もできてて、本当に私汗かきなんですね。で、夏のね、マスクしんどいなって思うんだけど、いつも思うんですよ。誰のせいでこのクソ暑い、風もひいてないし。で、みんな街行く人はみんな病人みたいにみんなマスクしてらって、じゃあ自分もしてらみたいなね、感じですけど、これ誰のせいって。あいつのせいですよ。近平ですよ。もうものすごい腹割った煮えくり返りますから。なので、もうここぞとばかり、あの大使館の前で、あの私も、あの抗議しましたけど、本音を言えばですね、もう20分、30分欲しかったんです、私。もっともっと、喉チンコが裂けるぐらいね、あの抗議したかったぐらい。だから、みんな桜井って呼んでくださって結構です。だって、それが、誇りを持った大和民族の姿勢だと、魂が叫ぶ声ですから、何にも、ひるむことはございません。皆さん、桜井さんのね、そういうあの、外見だけで、あの、物事ね、決めちゃダメです。この外国人のね、この領土を取っていかれるね、この土地買収のね、あの、ひどさってね、私には、まあ、あの、北海道にね、何人もま、知り合いいるんですけど、北海道もね、札幌の方じゃなくて、
ずっと北の方ですね。名寄とか、それから、ビフカとかね、北見あたりのね、ちょっと人にね、最近ちょっとね、取材をちょっとね、電話で取材したんですけど、そっち中国人いるって聞いたら、あ、いますよ。農繁期になるとね、特に増えるんですよね、って。で、なんかね、今年はね、武漢肺炎で、外国からね、中国人来れないと思ったら、なんだか知らないけど、チリ人がね、今ね、いるそうです。日本語通じないじゃないって言ったら、通じないからね、なんか片言とね、ジェスチャーでなんかね、北海道で生きてるそうなんですけど、困った話があって、飼い犬がね、ある日突然ね、いなくなるんです、今北海道って。その原因何かわかりますね、皆さん。そう。どっかの国の人って、犬の肉って食べますよね、常食で。こんなね、卑猥なちっちゃなね、ガリガリのこんなね、犬の肉なんてほとんど食べるところないじゃないっていうね、肉がね、もう食べられてるそうなんですよ。だからね、私ね、その方たちに言ったんですよ。あなたも犬飼ってるでしょって。気をつけな。ある日ね、犬が突然、忽然と消えた日にはね、あの人たちのね、胃袋に入ってるからって。やっぱりメディアで言ってなんかちょろっと言ってるのあれって本当なんですねって。本当だよ。気をつけな。いやだ、そんなもう犬も持っていかれたくないし、北海道の土地は日本人の土地ですって当たり前よ。だから、外国人がたくさん領土を取っていくっていうのは、もうガセネタでも何でもなく本当だからね、ちょっと気をつけなっていうふうに、私は言っております。誰ですか？じゃあこういうね、土地は持っていくわ、犬の肉も食っていくわ、みたいなね、この野蛮なことをね。それこの、外国人を、追い出すっていう政策なんか、今回の、都知事選挙で、ちょっとでもそういうものをね、それは地方自治ですよ。都知事ですからね。でも、東京っていうのは、日本全体を俯瞰してみるっていう、そういう目線を持ったようなね、人じゃないとなっちゃダメです。そういう部分からして、ソーシャルダンス、バージョン2都民と決めるとか、私が都知事になったらみんなにポチ袋に10万円入れてみんなにあるばらまくって、お前のばらまいた10万円なんかいらねえよって話ですけど、何言ってんだよと思って。そんな目先のね、都民をバカにするようなね、政策も何もね、あったもんじゃないような、そんな人に一票なんかね入れたら絶対ダメです。そういう意味でですね、まあ私はですね、今後、まあ桜井候補以外に、一票を投じることはありません。そして、皆さんもね、自分が日本人であるという自覚、それから大和民族ね、であるというね、自覚を捨てたくないのであれば、誰を入れるべきなのか、もう今日の私のこの YouTube でもうお分かりじゃないかと思います。まあ桜井候補に関して、まだ私のね、この YouTube で引き続き、応援のエールをね、送る、配信もしていきたいと思っておりますし、それから、山勝実行委員会の方のですね、組織の方もだいぶ形がね、整ってまいりました。規約とかね、そういうものも、出来上がりましたので、皆様にまた、報告できたらなというふうに思っております。では、暑い日が続きますけれども、またお会いしましょう。